あとは、プロフィール写真ですね。これも、証明写真みたいな、正面からこう、ブスッとした感じでやるんじゃなくて、ホームページは、こういう表情があって、なんかこの人に頼みたいなっていう、こう笑顔とか、なんか仕事してる風景とか、これはホイール持ってるのがなんかちょっとインパクトあるかなと思って、そういうふうにちょっとなんか、この人なんか他の人と違うなみたいなことをやってみたら、なんか結構評判良くて、いろんなところで使われますけど、なんかこういうスタッフだとなんかね、安心できるじゃないですか、本当にそうって、なんかみんなムスッとしてるように、ちゃんとやってくれそうじゃ、なんか、気軽に電話できそうじゃないですか。なんかそういう雰囲気を作っていくっていう、そうそう、正面から撮るよりもちょっとこう斜めの方が角度が奥行きが出るので、はい、なんかこういい感じなんですよ、はい、っていう、なんかいつもこうやってやるのも自然な感じ、あとまあ仕事してる風景とかもね、実際こういう感じで仕事するんだっていうのも分かるとすごくいいかなと。プロフィールもさっきとも話からくるんですけど、共感してもらえるストーリーがある、共感してもらえるものも言葉とか、創業した思いとかね、親近感のあることで、やっぱりそのこういうのってやっぱ読んでるんですよ、みんな。でそれに、あ、私もそういう思い分かるわっていう人がやっぱ来るんですよ。共感してもらえると本当にすごくいい関係になって、お客さんとすごくこういいお客さんしか来ない。自分がこういう人とやりたい、だって自分の思い共感してくれる人とやれたらすごく楽しいじゃない。そういうのをしっかりと作り込んでいくと、本当にそういうお客さん来てくれるんですよね。だからここにフィルターになるんですよ。これ気に入らない人は来ないので、別にクレームの電話とかかけてこないので、ちょっとあなたの思い納得いかないんだけどとか、そんな人は来ないので、ちゃんとそこに、私もそういうのを思うっていう。60歳で仕事を辞めて自分で事業を始めた人とかも、やっぱりそういう人が来るんですよ、お客さんで。で、夫婦で写真とか写ってたりすると、なんかホイールとか修理だと男の人ばっか来るんですけど、この前はなんか夫婦で来たりするんですよ。そういうふうに自分と同じような人物像を結構来て共感してくれたりすると、変なお客さんが来なくなるんですよね。で、あとは問い合わせとかも。